ファビオ・フィルマーにはイタリア・ローマ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。地元ローマにある AS ロディジャーニでサッカー選手としてのキャリアを始める。1996年から2001年まで所属したビーチェンツカルチョではリーグ戦70試合の出場。1997から98シーズンの UEFA カップ・ウィーナーズカップでは得点も決め。 クラブは準決勝まで進出した。その後、2001年9月に AC キエーボベローナへ移籍するも、出場機会は得られず、ボローニャ FC、SSC ベネツィアといったクラブをレンタルで転々とする。2003年の夏にはカルチョカターニアへ移籍した。2005年夏、ユベントス FC へ移籍したジュリアーノ・ジャンニケッタの代役として SS ラツヨに移籍。 しかし怪我の影響もあり、出場機会は限られた。2007年11月25日、オリンピコでのパルマ FC 戦でゴールを決める。これは、2週間前に警官に射殺された、ラツヨサポーター、ガブリエレ・サンドリに捧げるものとなった。2008から09シーズン後半は、あるワスル FC でプレー。2010年12月、ラツヨを退団することが決定した。 2011年2月に、先生人和族9クラブへ加入した。イタリア U-21 代表として、10試合に出場し得点。2000年のシドニーオリンピックのメンバーにも選ばれている。ありがとうございます。